開き浮世絵美術館は、開き真嗣の浮世絵コレクションを展示したかつての施設。現在は、公益財団法人開き浮世絵財団がコレクションを管理し、各地の美術館、博物館へ展示企画の提供や、収蔵品の貸し出しを行っている。コレクションを築いた、開き真嗣はこれを広く公開し、かつ散逸を防ぐために1971年12月に、 財団法人開木浮世絵財団を立ち上げ、すべての浮世絵をこれに寄贈した。翌1972年3月に文化庁より法人認可を取得。開きはすでに前年12月30日に没していた。1972年9月16日、日本初の浮世絵美術館は、東京都中央区銀座のリッカーミシン本社ビルにて、リッカー美術館として開館した。 リッカーは1984年7月23日、東京地方裁判所に和議を申請、事実上倒産する。コレクションの産逸が危惧されたが、財団理事の水島博夫が引き受けることとなり、1993年3月14日、神奈川県横浜市西区高島の横浜祖号内に、開き浮世絵美術館の名称で再開館し、不定期に、 美術館だよりを発行した。その後、祖語は民事再生法の適用を申請。横浜店もグループ部門として2000年7月12日に、事実上、倒産。美術館も2001年3月に閉館する。財団は東京都港区新橋に移転するが、展示施設はなかった。2006年10月、アーバンド・クララポートとすうちに、 開き浮世絵美術館浮世伊東京を設け、展示活動を再開した。移転理由について、同館学芸員は、幅広い年齢層に見ていただけそうな新興都市、豊洲に移転してきました。と述べている。2013年3月24日に休館、閉館に至る。それ以降、自前の展示施設を持たないが、展覧会を企画し各地の博物館、美術館に、 1> 年1回以上出展している。なお、公益法人制度改革関連参法により、2013年4月1日、財団法人開き浮世絵財団から、公益財団法人開き浮世絵財団に、名称変更した。美術館の閉館後もホームページのトップページは、開き浮世絵美術館のままになっている。開きが、浮世絵に興味を持ったのは20歳前後。 すなわち1930年頃である。収集を始めるのは、太平洋戦争後で、藤掛静也と高橋誠一郎から、浮世絵の海外流出を憂れる話を聞いたからだった。コレクションが1960年代前半、交換に知れ渡ったきっかけは、斉藤コレクションと三原コレクションを一括して買い取ったことによる。神田銀行頭取を務めた神田倉前社は、 京都の松木ゼミエモンが国外に売却するため、明治期に国内各地から浮世絵を買い取り、そのうち良品と呼べるものを売らずに手元に置いたものである。それらは1924年に浮世絵版画清水として発刊するが、その直後に手放した。渋沢栄一は三逸を有料し、神田銀行と取りの神田蔵に相談、購入させる。 ところが1927年の金融強行で再度流出、宮城県仙台市の斉藤法温会の手に渡るが、1943年に大阪の洋服店主、木村定造の下に収まる。後者は日本優先株式会社の重役であった三原茂吉が収集したもので、斉藤コレクションほどの移動はなかったが、こちらも、 木村定造に渡り、そして両者を平らきが買い取ることとなる。1963年にリッカービル新館が落成し、そこで平らきはコレクションを公開した。それ以降は、浮世絵の歴史をたどれる、系統的な収集を心がけ、結果、菱川諸信、杉村次平の最初期浮世絵から、小林清下、洋州周焉等の明治浮世絵。 河瀬智江水や吉田博士らの大将、昭和期の新版画、前川千穂らの昭和創作版画まで手を広げることとなり、重要文化財4件11点、重要美術品380点を含む、約6000点のコレクションを形成するのである。長谷川女瀬館が、作家や文人と交わした書館など、周辺資料も収蔵する。主なものを挙げる。 発行都市順財団による企画、ありがとうございます。